はい、皆さんこんにちは、パンサー450でございます。今日からねちょっと新企画を考えました。企画の内容はですね、タイトルにある通り題しまして、パンサー450のドンズバ機材以外でボーイギターサウンドを出そうという企画なんですけども、これはですね、要は前までねずっと僕ドンズバ機材をお借りしていたので、皆様にね一つ一つ紹介していったと思うんですが、やっぱあれはねどれもこれも激エアすぎて値段が高いやつが多かったので、言ったら現実味があんまりないですよね。コルグの CMP1 とかね OBD1 とかね、それは当然ドンズバ機材なのでドンズバの音は出るとしても1つ6万円7万円とかになるとやっぱ買えないと思うので、だからそのねドンズバ機材を使わなくても他のペダルを使ったらね、そういうドンズバ機材に近いような音は出せないかということで、今回はコンプレッサー編としてね、こちらのヤマハの CO01、 これをね皆様に紹介していこうと思います。ドンズバ機材以外って言ってもいろいろあるんですが、例えばコルグの CMP1 のクローンペダルとかね、あとボスの CS2 とかね、あの辺もいいんですけども、あの辺やっぱどうしても1万円超えますけども、実はこのヤマハのね CO01 は、ね、6900円になりました。安くないですか。この6900円でそのコルグのねドンズバのね CMP1 とね同じようなサウンドが出せるのであればお買い得ですよね。それでは行ってみましょうか。はい、それではね早速サウンドを紹介していこうと思うんですが、その前にねなぜねこのヤマハのね CO01 を選んだかと言いますと、これもね皆さんご存知と思うんですけども、ドンズバ機材のねコルグ CMP1 とこのヤマハのね CO01 というのは OEM で中身がほぼ一緒なんですよね。なのでサウンド的にはね間違いなくドンズバ機材と同じようなコンプレッサーサウンドが出ると思いますので、これを選んだわけでございます。はい、それでは鳴らしてみます。やっぱこのモコッとしたなんかローがねすごいなんかモコッとする感じがね昔のコンプレッサーって感じがしますね。その辺がなんかボーイサウンドにねやっぱ近づくのかなっていう感じがしますね。今のね現代風な透き通るようなコンプじゃなくて、本当にねモワッとした感じ、アナログって感じな、本当80年代って感じのサウンドがすると思います。でこれアタック2にすると、あの CMP1 のソフトとハードのね切り替えだと思うんですけども、2にしたら多分ハードになると思うので、ポコポコ感がすごい、あそうそうこんな感じ、このポコポコパカパカがやっぱね CMP1 にすごい似てると思います。とてもねこのヤマハの CO01 はいいと思います。はい、それでは今からねサウンド検証をやっていこうと思います。先ほどの動画でねこのヤマハのね、CO01 がとてもコルグ CMP1 のねサウンドに似ていたことはよく分かったんですが、じゃあね本当にこの現代のベルベットコンプや、これもねデジタルのコンプレッサーなんですけども、ボスの CS3 とこの3台を聴き比べた時に、本当にその昔のねボーイっぽい古臭い CMP1 に近いような、コンプレッサーサウンドが分かるのかってことをね今から検証していこうと思いますので、皆さん今からその動画をご覧ください。それでは行ってみましょう。
皆さんどうでしたか？結構分かりづらいですよね、コンプレッサーのサウンドってね。でもね、今から答え合わせしようと思うんですが、一番最初にね、一番初めに使ったね、コンプレッサーのサウンドはね、みんなね、現代のコンプレッサーって分かった人が圧倒的に多かったんですけども、その一番のね、答え合わせだけ先しときましょう。そうです、一番のコンプレッサーは現代のコンプレッサーなので、ベルベットポンプを使ったバッドフィーリングとクラーディーハートでした。それではね、あとは2番か3番がどっちのコンプレッサーだったかということなんですけども、やっぱりね、2番の方がね、ケースオブボーイのね、サウンドに近かったっていう人がね、多かったんですけども、その2番と3番が果たしてね、どっちがどうだったかっていうことを今から答え合わせでやっていきたいと思います。正解はこんな感じになっておりました。皆さんどうでしたか？今回の検証動画結構面白い結果になりましたよね。だからほとんどの人が2番のコンプレッサーがケースオブボーイサウンドに近いって答えたんですけども、その2番で使っていたコンプレッサーというのは実はこちらデジタルのコンプレッサー、ボスの CS3 でしたね。で、3番がこのヤマハのね CO01 だったんですけども、このね、検証動画の結果をね考えるとですね、僕はねこういう答えが導き出されると思うんですよね。結局ですね、そのドンズバ機材にこだわったところでね、サウンドはねやっぱしね分かりづらいところがあるので、当然僕はね、そのやっぱアナログにしか出せないねコンプレッサーの味があると思ったので、この今回ヤマハのね CO01 を購入して使ってみたんですけども、やっぱね皆さんの耳で聞いたらね、意外とそんなね昔のね、コルグとかの CMP1 とかヤマハの CO01 にこだわることなく、別に現代の CS3 で十分ボーイのギターサウンドは出るんじゃないかなというね、一つの結論に至りましたので、まあボーイギターサウンド好きな人でね、マニアックの人は、こだわる人はそれはドンズバ機材と昔のねアナログのねコンプレッサーを使うといいでしょうけども、そんなこだわることなく安い値段でねいい音を出したいと思う方は、全然ボスの CS3 でボーイギターサウンドは出せるよという検証結果になりました。ね、面白いですね。まあ、こんなことをね、また何かシリーズ化してね、次もね、オーバードライブとかディレイとかいろんなことをやっていこうと思いますので、どうぞね、今後ともね、次はいつやるかわかりませんけども、どうぞお楽しみということでございます。はい、以上、今日はそんなとこでしょうか。ではまた、パンサー450でございました。この CS3 で十分だね。